ミーガン・ジェイ・スミスはアメリカのエンジニアでありテクノロジストである。彼女は米国第三代最高技術責任者と大統領補佐官としてバラク・オバマ大統領の下で奉仕した。また彼女はプラネット・アウト社の元 CEO でゼネラルマジックでは初期のスマートフォンの開発に携わった後 Google.org のゼネラルマネージャー Google X の副社長を9年間務め、ウィメンテッチメーカーズを共同で設立した。他にも、MIT とバイタルボイセズの役員を務め、USAID アドバイザリーコミティ、オンボランタリーエイドのメンバーであり、マララファンドの共同設立者でもある。現在スミスは、シフト7の CEO 兼創業者である。2014年9月4日には、トッドパークの公認として、 2017年1月まで3人目の米国 CTO に指名された。スミスはニューヨーク州バッファローとオンタリオ州フォートエリーで育ち、母であるジョアン・アスペル・スミスがシュタークア・チルドレンズ・スクールのディレクターを務めていた。ニューヨーク州シュタークアにあるシュタークア・インスティチューションで多くの夏を過ごした。スミスは1982年にシティ・オーナーズ・スクールを卒業。その後、 1986年にマサチューセッツ工科大学で機械工学の学士号を1988年には修士号を取得し MIT メディアラボで修士論文を完成させた。また MIT の学生チームの一員としてソーラーカーを設計、制作しオーストラリアのアウトバックを2000マイル横断する初の大陸横断ソーラーカーレースに参加した。その後、 アップルジャパンやゼネラルマジックなど様々なスタートアップ企業でスマートフォンの新技術のプロダクトデザインを担当した。1996年にプラネットアウトへ COO として入社し、1998年からは最高経営責任者として同社とゲイドットコムの合併を指揮した。2003年に彼女は Google に入社、そこで彼女は 新規事業開発担当バイスプレジデントに昇進し、グローバルエンジニアリング及び製品チーム全体で、初期段階のパートナーシップ、パイロット調査、及び技術ライセンスを主導した。彼女は、キーホール、ウェアニテック、ピカッサなど、多くの初期の買収を主導し、後に、Google の事前部門である Google.org のゼネラルマネージャーも引き継いだ。スミスは、Google のソルブフォー。 エックスソリューションアクセラレーションプログラム2012から14を共同作成及び共同ホストした。2012年には Google のダイバーシティイニシアチブ Women t e メ c h Makers を立ち上げ、技術系女性の認知度、コミュニティ、リソースをグローバルに拡大した。2014年、彼女は Google を離れ、第3代米国 CTO になった。その役割において、スミスは AI、 データサイエンス、オープンソースから、包括的な経済成長、企業化精神、構造的不平等、政府の技術革新能力、ステム、スチームエンゲージメント、労働力開発、刑事司法改革に至るまで、差し迫った問題に協力して、政府全体に役立つ最高の技術者を採用した。彼女のチームは、官民プログラムテクハイや、コンピューターサイエンスフォー,ールイニシアチブ、 イメージオブステムキャンペーンなど、オールハンズオンデッキのイニシアチブを共同で作成することにより、幅広い能力開発に焦点を当てた。2017年にホワイトハウスを去った後、彼女は技術部門の多様性を促進することを目的とした、テック・ジャブ・ストゥールの立ち上げを支援した。スミスは、MIT の理事会、バイタル・ボイセズ・ LA2028、シンク・オブ・アス。 および MIT メディアラボとアルゴリズミックジャスティシリーグの諮問委員会の委員を務めている。彼女はまた MIT の著名なキャロル・エル・ウィルソン賞の小選考委,委員会のメンバーでもある。宇宙ステーションの建設プログラム、ソーラー調理用ストーブなど幅広いエンジニアリングプロジェクトに貢献してきた。彼女はステム教育とイノベーションの積極的な支持者である。彼女は毎年恒例の クレイス・ホッパー・セレブレーション・オブ・ウィメイン・コンピューティングで技術者に公務員として働くよう呼びかけ、ハーバード大学の数人の学生に、米国の学部生と大学院生向けのデータサイエンスとテクノロジーのインターンシッププログラムを作成する全国的な非営利団体コーディング・イット・フォワードを設立する要う州の連邦機関に促した。2018年3月の時点で、 彼女はシフト7の CEO 兼創設者であり、体系的な経済、社会、環境の課題への影響を迅速化するための技術革新的で包括的なイノベーションに取り組んでいる。スミスは1999年にマリン軍でテクノロジーコラムニストのカラス・ウィッシャーと結婚した。彼らにはルイとアレクサンドルの二人の息子がいるが離婚している。ありがとうございます。